横川ペーパーレスレコーダスマートダックプラスをご紹介します。スマートダックプラスはタッチパネル画面によるユーザビリティを追求したシンプルで柔軟なデータ収集システムです。 FDA21CFR パート11に準拠した拡張セキュリティ機能により高信頼のデータ記録を実現します。かつてデータ記録の多くは手書きによる紙記録で管理されていました。その後、測定値の変化をチャート紙に記録するレコーダ製品で機械化が図られてきました。昨今ではチャート紙を使わないペーパーレスレコーダーによって記録が電子化されるようになり、通信ネットワーク機能を利用したシステム化が容易になりました。横川は医薬業界での環境モニタリングの需要に応えるべく、年々要求が高度化するデータインテグリティに対する機能を拡充してきました。スマートダックプラスは盤面に設置できるパネルマウントタイプの GX シリーズ、卓上設置できるポータブルタイプの GP シリーズがあります。これらはタッチパネルを搭載し、2種類の画面サイズがあります。また画面を持たず盤内に収納できるモジュールタイプの GM10 があります。さらに無線入力ユニット GX70SM があります。スマートダックプラスのデータ収集は専用の入出力モジュールで行います。センサーアナログ信号の入力を行う AI モジュールや、外部との接点信号の入出力を行う DI や DO モジュールなど、さまざまな種類があります。 GX-GP シリーズは画面サイズによって3モジュールまたは10モジュールまで装着できます。モジュールタイプの GM10 はモジュールを連結する構造になっており、柔軟なモジュール構成が可能です。どちらも拡張ユニットを接続して多チャンネル化も可能です。収集したデータはリアルタイムで画面に表示されます。測定値の変化を波形で示すトレンド表示や現在地のデジタル表示を行います。また測定値の上下限警報を赤色で表示し、そのアラームの履歴が確認できます。これらを統合して画面表示することも可能です。収集されたデータは直ちに内部メモリに蓄積され、定期的にファイル保存します。データファイルは自動的に SD カードに保存され、同時にサーバーへファイル転送できます。サーバーダウンやネットワークエラーによって転送できなかったファイルは、復旧時に再度サーバーに転送します。また、内部メモリは不揮発性メモリが使用され、停電時でも蓄積データを保持します。その他の主な本体機能として、スマートダックプラスはイーサネットが標準で搭載され、ウェブブラウザでの遠隔監視やSNTP を利用した時刻合わせに対応します。また警報発生時に E-メール送信や接点出力が可能であり、その他にも PLC との通信機能など多彩な外部インターフェースが用意されています。スマートダックプラスは医薬品 FDA21CFR パート11に準拠した拡張セキュリティ機能を持ちます。横川は2001年からパート11に準拠したペーパーレスレコーダを提供しており、スマートダックプラスはその3世代目の機種となります。本体の操作はログイン機能によって限られたユーザーで行います。ユーザーごとに権限と使用制限が登録され、ユーザー名、パスワードでログインします。また、アクティブディレクトリーによるパスワードの一元管理にも対応します。ユーザーによる操作は自動的に監査証跡に記録されます。
メタデータである監査証跡やデータ記録時の設定情報は収集データとともにデータファイルに保存されます。データファイルはサインイン機能によって電子署名に対応します。電子署名時にはユーザー名およびパスワードの入力が必須であり、パスまたはフェイルのいずれかを選択でき、コメントの記録が可能です。データファイルは横川独自のバイナリ形式で保存されます。データは暗号化による高いデータセキュリティを備えています。ユニバーサルビューアはデータファイルを閲覧する専用ソフトウェアです。本ソフトウェアはデータを編集する機能がなく、改ざんの余地がないデータの閲覧ができます。最新の OS に追従しており、長期間にわたって記録データの検読性を維持します。ソフトウェアを介してデータファイルにサインインすることも可能です。最新バージョンをライセンスフリーで提供しています。